会場にお集まりの皆さん、こんにちは、カーラーの、こんにちは、こんにちは。ありがとうございます。千葉県は千葉市より参りました。千葉のよさこいが生んだ主砲匠でございます。さらにご機嫌な仲間たち、カラスでございます。これから踊らせていただきます曲名を、カラスナンバー8、荒波チェストと申します。チェスト、この言葉の語源は薩摩藩次元流剣士の心得の一つ、知恵を捨てよから来ていると言われています。細かいことは考えず、知恵を捨てて思いっきり当たっていけ、そういう意味の掛け声で使われています。我々が大人になってできるようになったこともたくさんあります。ただ自由に不自由にするようになった、そういうふうにも思います。大人になったからこそ、よさこいをやるときぐらいは思い切り知恵を捨ててチェストで当たっていきたいと思います。我々が表現するよさこいソラン、面白いと思うよさこいソラン、4分半全力で表現いたします。皆様も細かいことは考えず、知恵を捨てて我々の4分半が面白いのかつまらないのか、はたまた千葉県を代表するよさこいチームとしてふさわしいのか、それだけを見ていただければ幸いです。ハードルぶち上げてご覧ください。お付き合いどうぞよろしくお願いします。カラスと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ます。以上。ありがとうございました。ありがとうございました。皆様もう一度大きな拍手をお願いします。いや全力の演